さらに、毎日爆心地へですね、そういう家族を探しに行くにはどっか夜寝ないといけないですよね。水も欲しい、できたらちょっとした食べ物でも欲しい。で、当時ですね、私の家に出入りしているお百姓さんが、市内北部に、この間地滑りで広島かなりダメージ受けましたね。ちょうどあの辺り祇園というところなんですがね、そこの百姓さんと私の家は非常に懇意にしてて、で、あまり綺麗な話はないんですが、当時は水洗便所ありませんから、みんな汲み取りなんですね。そうすると百姓さんにその汲み取りをあげる。それで百姓さんはですね、できた野菜をくれる。もう非常に流通があったんです。その家に実は泊めてもらって、今のようにお風呂へ入ったりですね、一杯飲みなさい、そういう時代じゃありませんから、よくて井戸水で体を流すと。それからご飯もですね、ほんの一握りの米より高粱とか麦とかね、雑穀があるおむすびに結びだけで、そういうものをもらって、生き延びるわけなんですが、毎日ね、広島へおびただしい、当時第八車って言ってね、人が引く車なんですね、大きい車がついて、毎日広島の方へ農家の人がですね、ゴロ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 行くんですね。おばあさんに みんな家族を亡くなった人をね、助けに行ったりするんだろうのにって、あれ違うと。焼け跡からいろんなものをですね、金目のものを盗むんですね、はっきり言って。金庫であったり、あるいは仏像も対象でした、焼き物ね。それで戦国時代じゃあるまいしね、戦利品。夕方ね、私本当に聞きましたが、今日はどこどこ行ったら英文がたくさんあったと。で、どこどこ行ったら金庫があったと。そんな話題をしてるのを私直接聞きました。もうこれは人間のすることじゃないですね。しかしこれが当時なんですよ。皆さん初めてでしょ、そんなことを被爆者から聞くのは。一つは辛いから言えないってこともあるかもしれないけど、これ本当なんですね。さらに今からですね、私がその3日間で実際に見聞きした非常につらい事例を少し紹介します。まずですね、私の家の近くに八百屋って言いましてね、今だったら何でしょうね、コンビニでしょうか、生活用品、野菜とか果物、もちろんほとんど商品はないですよ。それでも、それから冷蔵庫がない時代ですが、氷、特に病院がたくさんあったんで、かち氷っていうんですか、氷を売ってた。それから野菜と、八百屋です、食べ物。それから生活用品、ほうきとか、あるいは草履、下駄、そんなものを釣って売ってましたね。で、たまたまですね、その家は、お父さんが兵隊で、で、奥さんとやはり2、3歳の女の子と3人兄弟、家族でしたね。私の家から100メートルぐらい東にあった八百屋さんですが、そこでおそらくですね、8時15分ですから、当時は兵隊は、普通の兵隊はですね、家を7時頃出て、それから働き盛りの人は、大体7時から7時半、中には6時半ぐらいに出て、軍事工場へみんな徴用って言ってね、もう強制的に働きに行かされる。したがって早くみんな家を出てるんです。で、その八百屋のおじさんもですね、7時頃家を出て、これは宇品っていうね、非常に海軍の船舶司令部っていうところに勤めてて、早く行ってた。で、奥さんとその女の子はですね、店番をしてたんですね、八百屋の。そこへ原爆が落ちた。で、そのご主人は
何が起こったかわからないけど、やっぱり自分の奥さんと娘がいる家が気になるんで帰ろうと思っても、もう火がですね燃え盛ってとても近づけない。結局翌日午後日が静まったんで自宅の後へ戻ってみたのはですね、自分の奥さんと娘の骨がひっついて白骨ですよ。これを見てる、つらかった思いますね。でその翌日私はそれを見てるんですね。で後にそのご主人と話したことがあるんですが、これだけは誰にも言わないようにしてくれって僕に言ったことあります。でその後ですね、その、おじさんはですね再婚をするんですが、再婚した後私は彼と会って彼の家に行ってね、私は復元事業をするんで昔の写真を見せてくれと、そしたらしぶしぶ一枚だけ写真を出してくれた。その写真は普通はこうあったものをですね折ってここ切ってあるんです。自分の亡くなった奥さんと娘の一緒に写ってそこを破ってる。で自分だけを新しい家族に見せてる。こういうことはですね、私口で話すのは簡単なことですよね、本人はつらかったと思います。こういう自分の家族が、愛する妻や子供がですねひっついてるっていうことは、おそらくその瞬間抱き合ったのか、とにかく私も見ましたが白骨死体がひっついてましたね。それからもう一つはですね、これも近所で実際見たんですが、朝8時15分といえばね、何にもない家だったら遅い朝食ですね。で当時は今のようにね、もう好きな時間食べなさいっていう時代じゃないですから、みんな集まってちゃぶ台って言いましてね、これぐらいの丸いテーブルを囲んで、でしかも働き盛りはもういないから、残ってるのはおばあさん、女子供だけですね。これが8時15分ごろ遅い食事をしてたんでしょう。そこへ原爆を撃ちた。でこれも後見たんですが、丸い形でね頭蓋骨が5つありました。でその家の家族がやはりもう分かってるんでね、あとそれをみんな焼け跡の器、これに取ろうと思っても、もうなんて言うんでしょう、掴むことができない。触ったらもろくもすぐ崩れてね、丸い円形に家族が食事したままの形でね頭蓋骨が並んどった。これも僕は見ました。でもう一つの事例はね、お父さんと、当時女学校と言ってましたけど今でいう中学生でしょうね、高校生かな、そういう二人暮らしの家で、お父さんは朝7時ごろ軍事工場へ働きに行った、エバっていうところの造船所なんですが、でお父さんは、自分の娘がねちょっと体調を崩して風邪気なんで朝声をかけないで行ったんですね、働きに、寝しといてやろうっていう親心でしょうか、そういったことで、8時15分お父さんは娘に電話してね薬のあり場所を教えようとしたんですね。そこへ原爆落ちた。でこれもお父さんはですねすぐ気になって、エバ造船所って言えば約2キロ離れてるんで、工場は破壊されましたけど人体が直接云々っていう場所ではないですね、2キロ離れてたら助かった人も随分いました、その中の一人で、これも気になってすぐ帰ろうと思って、もちろん工場側もね中心部で大きいなんかが起こったから
関係者は戻っていいよということを言ったそうですが、近づくことできない、もう炎のね、火の海ですから。でこれも2日目の夕方、自分の家にね戻ってみたのは受話器を握った白骨の手首だった。当時の電話っていうのは今の携帯のように便利なもんじゃないですよ。こういうなすび型のね受話器こう回してこういう話して、こういう握ったこっから先のね間違いなく娘の手首っていうのは分かりますよね、白骨の手首で。このお父さんも今から10年か20年前に亡くなりましたけど、死ぬまでこの話しなかった。たまたまそれを見てた人から私聞いたんですね。で最後の話はね、原爆でお母さんと男の子が生き残るんですね。1キロぐらいの地点の話なんですが、